日が有給休暇。こんにちは。本日の格言はですね、こちらになります。経営の真の目的は経営理念の実現にあるということで、解説お願いします。はい、解決の方です。これはですね、会社をまず誰のものなのかっていう問いかけがあるんですね。会社は株主のものですって考えると、これ利益を得ることが目的なんですね。稼ぐことが会社の目的なんです。得ること、これ株主のものなんだっていうふうに、まあ法律的に考えればですね、会社って株主の所有物ですから、利益を得ること、これ目的になるわけです。でもう一個の考えは、会社は誰のためにあるのかって考えると、これ社会的存在になるんですね。会社が社会的存在、どちらかといえばですね、株主よりも、経営者を中心に考えた。経営者、所有と経営の分離で経営者を中心に考えて、経営者が、株主からお金を集めてきたって考えた時には、経営者が社会に対して何をしたいのかってことをですね、考えるようになる。これ株主中心でお金を稼ぐために経営者をよそからこう連れてきて、経営を してみろと言って連れてくると、株主中心、株主中心の会社っていうのは利益を得ることが目的になり、経営者が社会的存在として会社を企画し、資金調達を株主からしたんだって考えると、これはよりですね、経営理念、価値を社会に与えていくっていうことが会社の目的になるんですね。でこの時にどっちの経営がじゃあ結果としてうまくいくのかな。で私は与えたものが得たものと、こう等価交換って考えると、国を得たいんであれば与えるってことを考え続けなきゃいけないし、むしろ目的、こっちを目的にするとですね、これ手段になっちゃう。手段、価値を与えることが手段なのか、むしろ価値を与えることが目的で、これは結果に過ぎないって考える方が、どっちが本当に利益が稼げるようになるかって考えた時には、与えることをちゃんと目的にした方が結果がうまくいくんですね。だから経営理念っていうのは基本的には、自社の強みを通じて、自動車会社だったらですね、例えば、社会に、車の販売を通じて社会にか、価値を与えていくこと、ね、これを目的にします。こういうのは経営理念になるわけです。こちらの方を目的にしちゃった方が結果としてうまくいくわけです。そうすると会社っていうのは社会的存在になる、単なる株主 の所有物ではなくて社会的存在で、これがですね、株主の所有物っていうふうに、まあ、法的にはなってるんですけど、ここを見なしてると、じゃあ会社って一体何なのっていうと、金儲けのための道具にしか過ぎないわけですよ。そうするとやっぱりこの道具ってしてしまうと、本当にお客様にとっていいものを与え続けられるのかっていうのが、ここが難しくなるので、むしろ世の中にいいことをやっていくんだってことを目的化した方が結果としての利益が増えるから、お客様も満足、経営者も満足、株主も満足、さらにそれを通じた、社員も満足していく、周りの利害関係者がみんな満足しやすいんですね。株主のための道具って考えると、お客様も社員も全部金儲けのための手段にしか過ぎなくなっていっちゃうんです。こういう会社は結果としてはうまくいかない。だから誰のためにあるかって言ったら、社会のためにあるっていうふうに会社は考える方が結果が良くなる。ここがポイント。